おー、すごいですね。色の統一感があって、とてもおしゃれな感じがします。皆さんこんにちは、ピーンスケです。今回紹介するのは、コクヨの鉛筆シャープの新製品が登場したので紹介していきたいと思います。今まで鉛筆シャープという製品があったと思うんですが、今回より洗練されたデザインとなって、ブラックとホワイトが登場しました。こちらは限定販売のホワイトカラーを購入しました。こちらの他にもですね、ブラックカラーもございまして、それぞれのセット内容がペンケースと鉛筆、それから消しゴムになっているんですが、カラーがホワイトとブラックとなっています。裏面はですね、こういった形になっていまして、セット内容がですね、鉛筆シャープの芯形が 0.3、0.5、0.7、0.9、1.3、それとリサーレが入っていまして、付属品でペンケースが付いています。こちらの限定セットが1200円プラス消費税なんですが、中の鉛筆シャープが1本あたり180円プラス消費税となっていますので、鉛筆シャープ5本の価格で消しゴムとペンケースがセットで付いています。それでは外装を剥がしまして、中身を見ていきたいと思います。ペンケース自体も非常にシンプルですね。画面ではちょっとわかりづらいんですが、ペンケースの下の方にですね、鉛筆シャープという文字が印字されています。それではオープン。おー、すごいですね。色の統一感があって、とてもおしゃれな感じがします。中身がこういった形になっていまして、鉛筆シャープが5本と、それから変わった形のリサーレが入っています。上部の鉛筆シャープはですね、プラスチックな感じなので、こちらは少し安っぽい感じがします。こちらの製品の特徴なんですけども、鉛筆らしいデザインとなっていまして、芯形が5種類、芯の補充がですね、ノック穴に芯を入れるだけのスピードイン機構ということで、回芯の補充も簡単にできるようになっています。注意点といたしましては、3本以上入れないようにしてください。消しゴムについては取っておきたいんですが、あえて開封していきます。それではノートを使って書いていきたいと思います。こう見ると上部の色が違いますね。0.3 が紫、0.5 がオレンジ、0.7 が青、0.9 が赤、1.3 が緑となっています。それでは初めに 0.3 から書いていきます。続いて 0.5。 0.7。 0.9。最後は 1.3。 はい、こんな感じで書くことができました。書いてる際に気づいたんですが、ペンの先端をご覧になってください。 0.3 についてはニードル型になっているんですが、その他の太さについては砲弾型になっています。それとですね、画面ではちょっと分かりづらいんですが、意外とペン自体にですね、光沢感がございまして、画面で見るより少し安っぽく見えます。書いてる際に感じたのはですね、0.3 はかなり細くていいんですが、鉛筆らしくガシガシ書けるのは 0.7mm 以上がおすすめです。ちなみに返しについてはキャップを外さなくても、ノック穴に芯を入れるだけで、ノック回数は多いですが芯を補充することができます。はい、ということでこの動画は以上になります。コクヨの鉛筆シャープから消しゴム付きの限定セットが登場したのでレビューしてみました。カラーはですね、ホワイトとブラックのセットがございまして、単品販売では赤鉛筆の販売もございますので、興味がある方はお近くの文房具店で探してみてください。最後にリサーレで消しながら終了したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。